ディナミーデン模型、またはレーナルトの原子模型とは、フィリップ・レーナルトが提唱した初期の原子模型である。1903年に確立されたが、ほとんど知られることなく終わった。レーナルトは、陰極線を用いて、原子を研究し、電子の吸収が、物質の科学的な性質によらず、その質量密度に線形な形で定式化できることを発見した。ここから、彼は、原子が、 同一の構成要素からなると結論付け、これをディナミー電と名付けた。ディナミー電はどれも同じ質量と電子吸収能を持つとされ、電気的に中性であると想定された。原子を通る過電粒子の変更は、ディナミー電が内部に電化構造を持つためであるとされた。具体的には、高速で回転する電気相極子により説明できるとされた。ディナミー電模型は、 レーナルトが観測した物性、すなわち電子線の変更と原則の両方を説明することができた。この意味では成功した原子模型だったと言える。しかし、電子が物質から取り出せる理由、及びそのエネルギーがどこから来るのかを説明することはできなかった。ありがとうございます。